お待たせいたしました。日本共産党の演説会を始めたいと思います。まず今日はお忙しい中、また大雨の中ですね、お越しいただきまして大変ありがとうございます。私は今日司会を務めさせていただきます田村と言います。よろしくお願いします。8月20日告示で増田市会議員選挙が行われます。現在市会議員をやっております足立光子は立候補して市民の皆さんの要求実現のため、頑張る決意です。皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。では早速ですけども、最初に増田市の市会議員選挙に際しましてメッセージをいただきたいと思います。辺見百合子さん、お願いします。今紹介にありました辺見百合子です。私は現在増田民主商工会の役員をしております。今から4年前の市会議員選挙の時にも足立さんの応援演説ということでこの場に立ちましたけれども、今回はそんなことはないだろうなと安心しておりましたが、急遽指名され、本当に何を話したらいいか考えましたが、それほど心配することもありませんでした。というのもこの4年間足立さんの政治活動は私たち多くの市民の生活を後押ししてくれました。例えばコロナの影響で私たちの生活が疲弊しているとき、複雑な国の支援金の申請を親身になって手助けし、助かった市民は数多くおられると思います。私もその一人です。またコロナの影響は事業者のみに関わりません。広く市民の生活支援のために水道料金の減免をいち早く市議会を通じて訴え実現させたのも他ならぬ足立光子さんです。私もこの水道料金が自宅とお店と両方ですので安くなったことは大いに助かったとつくづく感じております。また小中学校のトイレの洋式化への取り組みも粘り強く市に訴え続け整備されて始めたのも足立さんのおかげであると思っています。このように私たち市民にとって足立さんはなくてはならない存在だと思っています。まだまだ足立議員には活躍してほしいことも数多くあります。例えば子どもの医療費の無料化や学校給食の無料化です。増田市の隣の津和野町、吉賀町、浜田市は何らかの形で子どもの医療費の助成が進んでいます。こうした課題を解決するために足立光子さんは増田市にとって是とも必要である議員であることを特に訴えて私の応援演説といたします。ご清聴ありがとうございました。辺見さん、お忙しい中お越しいただきありがとうございました。それでは、引き続きまして増田市議会議員の足立光子がお話しいたします。市民の願いを実現するため、明るく元気に頑張っております。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。本当に今日土砂降りの雨の中こうやってお集まりいただいただけで私本当に嬉しいです。今まで何回かこうやって演壇に立たせていただきましたけど、本当に私今日が一番嬉しいです。本当に雨の中お集まりいただきましてありがとうございます。私4期16年間皆さんのご支援で議会を送っていただきました。この間住宅リフォーム助成制度の創設や
放課後児童クラブの増設充実、小中学校のエアコン設置など取り組んできました。この特にこの4年間ですけれども、先ほど辺見さんからもありましたが、物価高騰対策として上水道料金の基本料金の減免申請や高齢者支援の対策として、高齢の方が補聴器を購入された際に2万5000円の助成が出る、そういった創設にも取り組んできました。引き続き皆さんの声、暮らし福祉を守るために再度議会を送っていただきますよう最初にお願い申し上げます。私の政治信条は、政治には人の命がかかっているというのが私の政治信条です。特にこの3年間コロナということの流れの時代の中で、私は本当に政治には人の命がかかっているなというのを実感いたしました。コロナ禍の中、病院に入院したくても入院できない、入れない、高齢者施設では人手がない、保育所でも人手がない、これは病院や高齢者施設や保育所の責任でしょうか。地域医療構想と名のもとで病床数が削減されてきました。やっぱりそこには政治の大きな流れがあり、私たちの命や暮らしが脅かされてきたっていうのを私は本当に実感いたしました。この益田市でも、コロナで生活が困窮した場合、緊急にお金を貸し付ける生活福祉資金制度というのが、これ国の制度ですけれどもあるんですけれども、益田市このお金を借り入れた件数が317件で約1億円に上っています。それだけ多くの方がこのコロナの中で生活が脅かされ、本当に困ってきた人たちがおられたということです。そういった中で、私は先ほども辺見さんありましたけれども、いろんな受けられる助成制度に、この方はこの助成制度が当たるのではないか、この方はまた別の違った制度が受けられるのではないかということを頑張って対応してきました。その中の一つで、ちょっと面白いというか、これは行政がどうなのかという問題なんですけど、国民健康保険制度の減免申請に取り組んできました。国民健康保険は市役所の窓口にありますが、もう全国そうですけど、島根県、県で広域化、県で一本化されてるんですよ。ですから益田市に窓口はあるけれども、減免申請を出しても、それを、どうするかという決定権は益田市になくて、島根県の広域連合というところで、その、悪いが決まるんですけれども、1年目に私、減免申請書を提出いたしました、いろんな方の。で、2年目に申請書を提出したんですよ。その時に、窓口に行ったら、その申請書が、どっかで見た紙か申請だなと思ったらば、担当の窓口の方が、足立議員さんが昨年、いろいろな申請をされたんですけれども、足立議員さんが出された申請書が一番分かりやすいので、広域連合で採用して、こういった書式を設定いたしましたということを聞いて、私は大変びっくりしたんですけれども、だけれども、私にそういう力があるとかではなくて、どうやったらこの人を救うことができるだろうかっていう、それだけの思いで、特にこのコロナ禍の中、やってきました。では、この益田市議会の中身はどうかといいますと、国民健康保険制の引き上げ、介護保険料の引き上げ、水道料金の引き上げ、私を除く多くの議員が全部賛成してきました。特にこれって皆さんの暮らしがかかっているところですよね。で、請願への対応ですけれども、請願書というのがいろんな方から出されて、それの賛否を決めて、賛成した場合は、賛成が多数の場合は、国の方へ送ることができる制度なんですけれども、これが年金引き下げをやめてほしい、これが不採択です。私と2人ぐらいの議員は賛成しましたけど、それ以外の議員は反対でした。選択的夫婦別姓、これについても私と2人ぐらいの議員が賛成でしたけど、後の議員が全部反対しました。
もう一つが核兵器禁止条約の署名批准を求めるその請願も私と2人ぐらいの議員は賛成しましたが、後の議員は反対しました。この益田市は非核平和宣言都市の町です。この非核平和都市宣言をしたのは益田市長ではなくて市議会が議決してあげたものです。にもかかわらず多くの議員が核兵器禁止条約の署名批准を求める請願に反対しました。そういった中にあります。ですから本当に市民の声や思いや暮らしを守ってほしいという声を私に本当に託していただきたいなと思っております。で、これからの取り組みですけれども大きく3点あります。一つは先ほど補聴器助成制度が創設されたと言いますけれども、改善されなければならない点がまだあります。高齢者支援策っていうのは直接支援政策っていうのはなかなかないじゃないですか。だけれどもこの補聴器助成制度ですけど、一つは所得制限があるという点です。この所得制限緩和しようではありませんが、もう一つが上限額が25,000円というところになっている点です。そもそも補聴器大変高額なものです。ですので他の自治体の例を見ますと5万円7万円と頑張って申請助成している自治体があります。で、3つ目が1人1回限りの申請という点です。補聴器は一生ものではありません。消耗品です。何年か経てば再度申請できるようにそうした点を改善する必要があると思っています。もう一つが先ほどもありましたが子どもの医療費助成制度18歳まで無料化です。益田市の周辺自治体吉賀町、津和野町、浜田市、北広島町、萩市は何らかの形で18歳まですでに行っています。これをやはり子育て支援の一環として一つとして大きく、また益田市中学生までですので18歳まで何とかして皆さんと力を合わせて実現したいと思っています。3つ目が学校給食費の無償化です。これはもうすでに3割以上の自治体がすでに取り組んでいます。子育て子どもさんの数が多ければ多いほどこの学校給食費というのが大変負担になっています。文科省もちゃんと調査をしていまして、学費の約 25% に当たるところが給食費を占めているというのを文部科学省の調査でもきちんと出ております。そうした実態もありますので学校給食費の無償化ぜひ取り組みたいと思っています。これからも皆さんの声を届けるために何としても再度議会を送っていただけますよう重ねてお願い申し上げまして私の訴えを終わらせていただきます。ありがとうございました。ここでご来場の皆さんに日本共産党西部地区委員会の委員長向瀬真一がお礼とお願いを申し上げます。よろしくお願いします。日本共産党島根県西部地区委員会合蔵地から、津和野義賀までが範囲の西部地区委員会の委員長をしております向瀬真一です。この顔を見たら何か思い出すぞと、あ、マスク外した方がいいですね3月4月に行われました島根県知事選挙で立候補し、で皆さんからも大きなご支援をいただきました。本当にありがとうございました。選挙のお礼方々、私はまたお願いをさせていただきたいと思います。まず一つ目はですね、市議選での支持を広げてほしいというお願いです。本日ご来場の皆さんの日本共産党への支持や投票はもちろん期待しております。皆さんにはもう一声、お知り合いの方に支持を広げていただきたいということです。足立光子を頼む、また日本共産党よろしくと声をかけていただきたいのです。本日お渡ししている透明袋と同じものを会場入り口に多数用意しておりますので、ぜひそれをお知り合いの方に袋を渡すなどして、声をかけていただきたい。日本共産党よろしく、足立光子よろしくと声をかけていただきたいと思います。特に市議会議員選挙は
声をかけた数が結果に大きく影響します。よろしくお願いいたします。二つ目は、新聞赤旗ご購読のお願いです。今話題のジェンダー平等の問題、また平和の問題など、読めば希望が湧く新聞です。本日は、見本の日刊紙、日曜版、両方入り口に用意しておりますので、ぜひお帰りの際にお持ち帰りいただきたいと思います。見本は無料であります。ぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。三つ目は、日本共産党への入党のお願いです。国の政治を変え、暮らしに希望を持てる日本にするため、あなたのお力をぜひお貸しください。18歳以上の日本国民で、党の綱領と規約に賛同できる方は入党できます。また、この会場にも入党相談コーナーを設けておりますので、受付に一声かけていただければと思います。4つ目は、募金のお願いです。日本共産党は、企業団体献金も政党助成金も一切受け取らない政党です。日本共産党は、党費や赤旗の事業収入、個人からの募金で運営されております。市議会議員選挙は何かとお金がかかる選挙でもありますので、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。透明袋の中に、募金袋も入っておりますので、入り口などでお渡しください。で、入り口でお渡しした袋には、足立光子を候補を紹介するリーフレットや政策を紹介するビラなど入っております。また応援してくれる方を見つけましたというところでは、まあ、名前や住所を書いてですね、中に返信用封筒も入っておりますので、その封筒で送り返していただければと思います。また連絡いただければ取りに伺うこともいたしますので、よろしくお願いいたします。演説会のアンケートも入っておりますので、お時間の許す限りお願いいたしたいと思います。で、最後になりましたが、私が県知事選挙で訴えたさまざまな政策、これを実現するために、私は、先ほどの足立光子市議の再選を目指す活動と合わせて、県議団や、今日お越しいただいている、二位総平参議院など国会議員団とも連携をして公約実現に全力で頑張りたいと思います。引き続き皆さんのご支援、日本共産党へのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、今日の演説会には、弁護士で、参議院議員としても活躍する二位総平さんをお招きしております。では西さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、参議院議員で弁護士の二比総平でございます。皆さんから本当にたくさんのお力をいただいて、国会の議席を取り戻していただいた昨年2022年の参議院選挙から明日でちょうど1年になるんですね。改めて心からお礼申し上げたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。加えて、先ほど来、足立光子さんからも、こんなに嬉しいことはないと、今日記録的な豪雨の中をの雨をついてですね、こんなにたくさんの皆さんがお集まりいただけたことに、私からもお礼を申し上げたいと思います。きっと大雨の中で、やっぱり行こうと思ってたけど、今日は難しいとか、あるいは演説会本当にやるのと、こんな中で出かけたらダメよと家族の方から引き止められてしまったとかですね、そうした方もあるかなと思うんですよね。だから今日会場においでいただいている皆さんの周りに本当に幾重にも足立さんの
議席を失うことなんて絶対にあってはならないし、足立さんに必ず勝ってほしいと、絶対に今度の市会議員選挙勝ちたいっていう、そうした思いがみなぎってきてるんではないかと思うんですね。実は私、昨日は5年前の西日本豪雨の災害で真備の悲劇というふうに言われた倉敷市真備のですね、被災者支援の5周年のメモリアルに参加をしておりまして、後ほど婿さんからご案内があったようにぜひ手に取っていただきたいと思うんですが、私どもの日刊新聞の赤旗日刊紙に、最終面に大きく西日本豪雨から5年再建は道半ばというそういう見出しで、私とそして、倉敷市のエリア選出でですね、この間の4月の県会議員選挙でトップ当選をした須磨須信子さんという岡山県議が被災者の方からお話を伺っている、そうした姿が載っています。今85歳になった高齢の女性なんですけども、5年前のその大災害の時にはその真備のエリアでですね、60人近くの方々が命を奪われました。もう広く洪水でお家が全部沈んでしまうという家が広がった中で、その方のお家のエリアは1階の天井のギリギリまで水が上がったと。でこの方は必死で在宅介護のお連れ合い、胃ろうって分かりますか、皆さん、胃に穴を開けて、そこから栄養を取るっていうこの胃ろうや、酸素吸入なんかも在宅介護で、やっていたお連れ合いなんですけども、もう必死の思いで2階に、上げてですね、でそこで救助を待つわけです。救助はされたんだけども、だけども避難生活が福祉避難所とか病院への入院っていうのがなかなかできなくて、その猛暑の中をそのお連れ合いと2人での在宅の避難の生活も続いて、もうその苦しかったっていう思いをほとばしるようにお話になりました。5年経って初めてそういう話ができたっていうんですね。一方で政治、特に国やそれから身近な自治体も、自分たちが建設した仮設住宅のこの入居者がゼロになった、仮設住宅の提供がゼロになったら、まるで復興は終わったかのように手を離してしまうじゃないですか。この倉敷でも県知事さんも市長さんも生活再建は 100% できましたっていう、そうした挨拶をこの間の慰霊のメモリアルでされたようで、被災者の皆さんは激怒してるんですよね。私はこうした災害の規模の大小問わず、大切な家族を失ったり、大切な住まい、それからなりわい、この根底を覆されるようなそうした災害にあったとき、そこからの被災者の復興、生活を取り戻すっていう再建っていうのは、ちょっと大げさに言うと人生が続く限り終わらないと思います。 3.11 東日本大震災の大津波と、そして東電福島第一原発の事故から12年が経ちました。
私この間12月に福島第一原発が立地している大熊町、双葉町、そして浪江村、浪江町、ここを訪ねてきたんですけども、昼間こそですね、今大問題になっている汚染水を海に放出するっていう、この工事をどんどんやってる、それから福島第一の廃炉を続けるっていう作業のためにトラックが行き交ってるっていうので、ちょっとにぎわって見えるんですけど、日が暮れると真っ暗ですからね。12年経ってもふるさとに戻ることができないと、それが現実ではありませんか。その 3.11 をまるで忘れたかのように原発回帰に暴走する。原発の再稼働はもちろん新規増設まで行うといい、出雲の原発も、それから瀬戸内海に上関原発だって諦めないってわけでしょ。そういう政治の中で改めて皆さん方お一人お一人の、それからこれからの子どもたち若者たちの未来への希望、そのことを本当に真剣に考える、それが日本共産党という政党に今とても問われている大切なことなんだなと、皆さんのお顔を拝見しながら、そして先ほど子育て世代の浅野さんがお話しいただいた言葉をですね、噛みしめながらちょっと感じているところなんですね。私もそんなことで昨日倉敷だったので、今日増田にどうやって来るかっていうのでですね、私の生活は福岡なんですけど、一旦帰ってしまうとちょっとどうにも出てきようがないというの、いうので、広島から車でっていうか、まあ、バスで、高速バスで来るのが一番近いんですよね、私にとってみると。ですので昨日この豪雨の中を、大雨警戒の情報がいろいろ飛び交う中をですね、広島に泊まって、今朝バスで増田にお邪魔したんですけども、このルートで増田に来るのは私初めてで、山口出身の種田三等家さんっていう歌人の方、ご存知ですかね。歌人というか俳句、やっぱ歌人かな、句集か、やっぱ俳句ですかね。分け入っても分け入っても青い山っていう歌がありますよね、句がありますよね。この中国山地のこの西部の地域っていうのが、そんなにむちゃくちゃな高い山脈があるわけじゃないんだけども、広島のこの市街を越えて、先ほども名前の出た増田と背中合わせになっている北広島町までのですね、北部、広島の北部のこの暮らし、そしてその山からこの増田の港まで降りてくる暮らし、まあ皆さんにとってみればこの町が生活の舞台ですから、ここから山に入っていくっていうことをちょっとイメージしていただいたらと思うんですけど、この地域の隅々に暮らしていらっしゃる皆さんの声が今の政治に一体届いてますかと、そのことを私たちは今真剣に問わなければならない時代なのではないかと思います。昨年の年末にタレントのタモリさんが黒柳徹子さんから、迎える2023年はどんな年になるでしょうかと問われて、新しい戦前になるのではないでしょうかと警鐘を鳴らされましたよね。実際岸田総理は
よく自分のことを被爆地広島出身の総理大臣と言いますけれど、広島長崎の心を一番踏みにじってきたのが岸田総理であり、自民党公明党の政治なのではないでしょうか。加えてその下で、先々週国会が終わりました。1月の23日に召集されて6月21日までのこの通常国会は、一つは敵基地攻撃能力を保有するっていう5年で43兆円の大軍拡、そして少しお話しした原発回帰、国会最終盤にはずさんなマイナンバーカード押し付けの健康保険証の廃止、そして私も国会で先頭に戦いました入管難民法の改悪など、自民党公明党の与党に維新の会と国民民主党、この4党が一緒になって次から次へと強行していく、かつてない異常な国会になったと思います。野党の多くの勢力が議席数でいうと、昨年の参議院選挙の結果ですね、この自民公明維新国民民主っていう政党の議席が大きく増えました。ですから本会議場の演壇に立つと、ここからここまでそういう勢力に占められている、日本共産党と立憲民主党がここにいるっていう、そういう沖縄の風がここにいるっていう、そういう国会になってるんですね。私たち日本共産党はこうした政治に対して国民の皆さんとご一緒に真正面から対決をしてきました。この半年間の戦いの中で、タモリさんが警鐘を鳴らした新しい戦前などに絶対にさせないと声を上げる新しい市民的国民的な運動、そして若い皆さんの運動が大きく発展していると思います。国会の終盤に岸田総理は衆議院の解散総選挙をもてあそびましたよね。けれど結局できなかったじゃないですか。それはこの広がる国民的な怒りに自民公明のこの政治が追い詰められているという姿に他ならないのではないでしょうか。今こうして見たときに、私たちが暮らすこの日本という国の平和、暮らし、人権という社会のありようの根幹に関わる問題で、このまんまでいいのかということがいよいよ問われているのではないかなと思うんですね。今日足立さんのお先頭に頑張る市会議員選挙が一月半後って言っていいんでしょうかに迫ってくる中で、改めて日本共産党っていう党はどんな党なのか、そして今何を目指して戦っているのか、ご一緒に考える時間にしていただいたらなと思うんですね。まずちょっとお話をしたこの記録的大雨災害対策の問題で、すでに被災をされている皆さんにお見舞いを申し上げるのことと合わせて、私たちがこの今日明日も含めて災害を防ぎ、そして被災者の生活再建の支援に万全を尽くすという決意を申し上げたいと思います。私たちが常に被災現場に駆けつけて、先ほど昨日出会った被災者の方のように
その直面する被災者の困難を打開すると、そのために被災者の要求は何かっていうことをしっかり掴んで、しかも被災された方が置き去りにされたりお客さんになったりするんじゃなくて、自ら主権者として、住民こそ主人公で、被災者が声を上げていけば必ず政治は動かせるという運動を広げてきたのが、私たち日本共産党の災害対策の根幹です。とりわけ住まいとなりわい、再建をする直接支援をという運動では大きな前進を作ってきましたし、医療や福祉の負担軽減、それから命と暮らしを守る防災のまちづくり、それらは被災者に自己責任を強いるのではなくて、一人一人の健康で文化的な最低限度の生活を保障する、その責任は行政、国にあるじゃないかと、その責任を果たせと迫る中で運動を広げてきたわけですよね。そうした取り組みは、先ほど足立さんがこの増田の姿勢を通じてお話になられた、コロナという危機の下での命と営業を守り抜く、その戦いに大きく力になってきたのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。その原点には、私たち日本共産党がどんな困難があってもみんなで力を合わせて人々を苦しめる政治を大元から変えようと、苦難があるところ日本共産党ありと自ら決意して共産党に入り、みんなで力を合わせてきた、そうした共産党の立党の原点があるんですね。この増田で4期16年にわたって足立さんが築き上げてきた市民の皆さんとの信頼、きっと会場のお一人お一人の皆さんの中に、足立さんを先頭にみんなで力を合わせてこういうふうに変えてきた、もちろん届かない悔しいこともまだまだたくさんあるけども、けどもこうやって現実に政治を動かしてきたっていう経験を、この歴史的な市会議員選挙に向かう時期にですね、みんなで掘り起こして、みんなでこう語り合って、やっぱり力を合わせたら世の中変わるよねっていう希望の姿を若い世代、子育て世代にこう見せてほしいなと思うんですよね。私もそうした選挙になるように、大平義信元衆議院議員と一緒に力を合わせて頑張りたいと思います。先ほど浅野さんからお話のあった投票率を抜本的に引き上げるっていう決定的な決め手は、やっぱり選挙って楽しいよねっていう、声を上げればみんなで力を合わせれば社会っていうのは変えられるかもしれないっていう、この希望の道にあるのではないでしょうか。同時に足立さんが議席を守りさえすれば世の中が変わるかと正面から問うたときに、やっぱり足立さんがを先頭に、今の政治を、ひどい政治を止めて、これを乗り越える新しい政治を作るためには、もっともっと共産党が躍進しなきゃいけないと、そういう時代の選挙なのではないでしょうか。この市会議員選挙の中で、日本の政党の力関係がどんなふうな中で、どんなふうな状況で戦われる選挙になるのかということを少し振り返ってみたいと思うんですけども、今から2年前、2021年の秋に行われた衆議院の解散総選挙、これが
今の岸田政権の下での異常な国会っていう、この大暴走を作り出していっている大きな出発点になってますよね。2年前、大平義信元衆議院議員を先頭にして戦った総選挙は、全国で市民と野党の共闘、この本気の共闘に向かって前進を作り出す中での戦いでした。全国日本中およそ289の小選挙区で野党が候補者を一本化して、市民連合の皆さんと一緒に20項目の自民党政治を根っこから変えるという政策を掲げて、でその力で59の小選挙区で勝利をし、大物議員、例えば甘利、幹事長とか石原元幹事長とかですね、この自民党の大物議員たちを次々と落選させたっていうのが2年前の衆議院選挙だったんですよね。喉元まで迫ったと、あと一歩共闘勢力が千票とか数千票上積みをしていたら激変を起こしてたというところまで迫られたものだから、自民党政治はその選挙の最中から徹底した野党共闘の攻撃、とりわけ要になって頑張る日本共産党への激しい攻撃を繰り返すようになりました。島根でも立憲共産党っていうような言葉がですね、自民党の人たちから飛び交うようなことなのかも経験してこられたんじゃないかと思うんですけども、こういう激しい共闘攻撃に対して、これを乗り越える中で、乗り越えようと戦う中で大きな成果を上げるという選挙だっただけに、去年、その2年前の総選挙が終わった直後のですね、国会、私は不思議な光景だったと思います。私、議席失ってましたけど、自民党や公明党の議員たちがどんな顔してるんだろうと思って、これは見に行くしかないやと。よく馴染みの自民党議員、大臣たちとかいますから、わざわざ衆議院の本会議がありある時間に、そのあたりに行って、たくさんの議員たちと挨拶をして、目を合わせたりするんですけど、みんな目をそらすんですよね。まるで勝った気がしないっていうふうに漏らした自民党や公明党のベテラン議員たち、役員たちの姿を、やっぱ改めて思い起こします。自民党公明党の連立政権がひどい政治をずっと続ける、その中でこの野党の共闘が市民の皆さんと力を合わせて本当に発展してきたら、そしたらこの自公政治っていうのは根本から揺るがされてしまう、そのことを肌で感じたからこそ、逆にマスコミやあるいは一部の労働組合なども含めた野党共闘は失敗したという攻撃を定めて、維新の会、そして国民民主党が自民党公明党と一緒になっていくという戦前の大政翼賛会とまるで瓜二つっていうような日本の政治の状況が今作られているのではないでしょうか。今度の市会議員選挙は、そうした岸田政治と大政翼賛まがいの政治勢力に正面から立ち向かって、平和と暮らしと、そして人々の人権を絶対に守り抜く、絶対に揺るがない、この日本共産党、足立光子を大躍進させるっていうことによって、この益田の町の地域から、鳥取の西部という地域から、島根の西部という地域から、この自民党政治を変えていくんだっていう大元の新しい政治を作る流れを、本当にこの私たちの暮らしの現場から作り出していくっていう選挙に
していきたいなと思うんですよね。改めて先ほどの足立さんの訴えにもあったこの増田市政における足立光子の議席の値打ち、皆さんすごいじゃないですか。国民健康保険料の減免の書式を作ってしまったっていう、暮らしの切実な要求で、だけど行政がほっとくと やろうとしない、法律上の根拠があるのにそれでも背を向けるっていうこと山ほどありますよね。そこを変えるっていう、皆さんと一緒に力を合わせた足立さんのもう議席の力っていうのは、この島根西部の地域の皆さんに新しい政治への希望を示していく、そうした力を持っていると思うんです。お手元に、届けてありますこのチラシ、これが入った指示を拡大してほしいっていう袋をですね、先ほどもこすさんからお願いがあったように、みんなで周りの皆さんに届けていただいて、やっぱみんなで力を合わせて政治をこの町から変えようと、そういう市会議員選挙にしようという戦いをご一緒に広げようではありませんか。そしてその市会議員選挙の8月20日告示という決まった期日の戦いは9月にも行われるのではないかと言われている次の衆議院の解散総選挙、ここと全く一体となった戦いになります。市議会議員選挙で足立さん大勝利を果たして、その力で衆議院の比例代表ブロックで大平義信元衆議院議員、今度こそ国会に押し上げていただいて、私新比総平と一緒に国会でご一緒に働かせていただきますように、重ねてお願いを申し上げたいと思います。皆さんご一緒に力を合わせようではございませんか。それでは私たちは何を目指して戦うのか、3つの点をお話ししたいと思うんですけども、第一は、こんなアメリカ言いなりの国でいいのかということです。敵基地攻撃能力の保有、5年で43兆円の大軍拡で、この震源地になっているのは言うまでもなくアメリカですよね。バイデン大統領自身が自分が岸田総理を説得したんだと言ってみたり、いや日本が、いや説得されたんじゃない、岸田さんはもともと自分で決めてたんだと言い訳をしてみたり、そんな最近のエピソードにもそのことが明らかなわけですが、この敵基地攻撃っていうのが専守防衛ではないんだということ、そのことはそのことを今度の国会で徹底して明らかにしてきたのは日本共産党だけでした。敵から攻められてきたらどうするのかっていう対話の中でのいろんな有権者の方の疑問っていうのはあるだろうと思いますけれど、もともとこの敵基地攻撃能力を持てと、そのために GDP2%、 43兆円の大軍拡をせよと言ってきたのはアメリカなんですよね。今度の国会でこのアメリカと日本の、つまり米軍と自衛隊が共同作戦を行う中で敵基地攻撃が行われるのだということを私たち共産党は明らかにして、防衛省が内閣法制局に示した内部文書というのを終盤突きつけました。そこには攻撃計画を立案する、そして攻撃目標を分担する、指揮統制に基づいて実際に攻撃する、
その成果を見ながら、効果を見ながら再攻撃をする。それを繰り返していくっていうサイクル図をですね、大臣に示して議論をしたんですが、これまさに日米一体じゃないかと。米軍の衛星情報を含めた情報がなかったら、こんな戦争なんてできるはずがない。まさに日米一体ではないかという私たちの質問に、浜田防衛大臣は、この図で見れば、そういうふうに見えるかもしれないと認めざるを得なかったんですね。決めるのは結局米軍であり、今進められていることの本質っていうのは、日本列島をアメリカの対中国軍事戦略の最前線基地にするということに他ならないのではないでしょうか。今日広島からこの増田に向かう中で、まあ、何しろバスでも3時間ぐらいですから、自家用車だったらきっと2時間ちょっとぐらいなんだと思うんですよ。米軍の戦闘機にとってみれば一瞬ですよね。だから米軍岩国基地からこの中国山地の山を、こんないい訓練場はないと見立てて低空飛行訓練を強行し続けてきてるんじゃありませんか。今日帰り道でお受け取りいただきたいなと思う、新聞赤旗の日刊紙、この今日の一面にはですね、皆さんも心配しておられるんじゃないかと思いますが、米軍のオスプレイというよく事故を起こして人を死なせてしまっている欠陥機、この米軍機の低空飛行訓練をですね、日本の航空法では市街地上空なら300メートル以上、人が住んでないっていうところでだって、地上その標高から150メートルよりも上を飛ばないとダメですよというのが航空法のルールなのにもかかわらず、アメリカのオスプレイだけは60メートルまで超低空を飛んで構わないということを国会にも諮らず、閣議決定でもなく、日米合同委員会という米軍と防衛省外務省を中心にした軍軍官ですよね、実質は、だけで勝手に決めたと。それは明日から効力を発揮するっていう驚くべき記事が、驚くべきスクープが載っているんですね。こんな国は日本だけでしょう。米軍と軍事同盟を結んでいる、例えばヨーロッパの NATO ありますけども、ドイツもイタリアも米軍に対して自分の国の法律を適用するというのが当たり前ですよ。米軍だけは日本の法律を守らない、この屈辱的なアメリカ言いなりという政治が続く中で、平和という面でも増田、島根県西部の、あるいは北広島の中国山地の皆さんの命っていうのは脅かされてきました。保育所の子どもたちが眠っている頭の上を戦闘機やオスプレイが飛ぶなんて絶対に許さないと、沖縄からも、そして日本中から、広島湾の米軍岩国基地の拡大強化から、本当に平和を守る自衛隊の専守防衛を誓って災害対策にと頑張る若者たちを、このアメリカのための戦場には絶対に送らせないという声をご一緒に大きく上げる市会議員選挙、そして総選挙にしていく時なのではないでしょうか。この道に、この平和の願いに
真正面から背を向け続けている岸田総理の姿、岸田政権の姿がいよいよ浮き彫りになっています。5月の G7 広島サミットで広島ビジョンというのが示されましたけれど、この中で核兵器による威嚇によって他国を抑えつけようという核抑止力論を真正面から唱えているわけですね。今や世界は大きく変わっているんですよね。核兵器を持っている大国を中心に核保有国や国連安保理の5カ国常任理事国が世界を支配するっていうみたいな時代ではない。戦後100カ国を超えるかつての植民地支配から独立をした非同盟中立の国々が生まれました。世界で193という国連加盟国があって、成立した核兵器禁止条約は今や世界の92カ国が署名をしているじゃありませんか。この国際法、新しい平和な核戦争のない世界を作ろう、非人道的な核兵器は廃絶しようというこの大きな流れが生まれているのに、これがまるでこの世に存在したいかのように無視しているのが岸田政権ですよ。被爆地広島出身の総理などとはもう恥ずかしくて二度と言えないというぐらいに追い詰める、この8月6日9日の原爆の日が近づいていますけれども、この平和の夏の声を足立さんへっていう思いと合わせてですね、大きく広げて、皆さん選挙後の増田の市議会で核兵器禁止条約の批准をという請願に反対なんかできないっていう、そうした力をご一緒に作る夏にしていこうではありませんか。中国脅威論というのをどう考えるのかということも一つの論点になるのではないかと思います。この点で私たち日本共産党は、日本と中国という二つの国の間でこの2000年代に起こってきた出来事を通じて三つの共通の土台があるじゃないかと、これを土台に日中関係を前向きに平和的に打開をしていこうじゃないかと、この間両国政府に提起をしてきました。その第一は、お互いは協力し合うパートナーであって脅威にならないんだと、お互いを脅威にならないように協力し合うパートナーであるように努力をしていこうという合意が2008年以来何度も何度も繰り返して交わされているということなんですね。二つ目は、尖閣諸島の問題について、紛争は存在するけれどこの解決は対話と協議を通じて行いましょうという合意が2014年に行われているということです。そして三つ目の大切な合意は、東南アジア ASEAN の国々が呼びかけて、日本も中国もアメリカもロシアも韓国も参加をしている東アジアサミットを、これを大きく平和の仕組みとして発展させて、ゆくゆくはアジア全体に友好協力条約の平和の枠組みを作ろうっていう、この ASEAN が呼びかけている展望について中国も日本も賛成すると言ってるということなんですね。この3つの平和に向かっていこうっていう共通の土台をきちんと大切にして外交の努力を進めれば、これ私アジアをに紛争の心配のない、戦争の心配のない平和なアジアを子どもたち孫たちに手渡していくことができるじゃないかと。大切なのは、
この3ヶ月ほどですがの間に、日本政府もそして中国政府からもこの共産党の提案に賛成だと肯定的な受け止めが示されてきたということなんですね。戦争の準備ではなく平和の準備をと。ロシアによるウクライナ侵略戦争から私たちが学ぶべき最大の教訓は、戦争に勝者はないし、戦争は政治の敗北に他ならないということだと思います。どんな戦争も絶対に許さないと。憲法9条を守り抜き、この9条を生かす平和外交の力で、戦争の心配のないアジアを作ろうと頑張る日本共産党、足立光子さんを皆さん必ず大躍進させる選挙の結果を作り出そうではございませんか。どうぞご一緒に頑張ってまいりましょう。この大軍拡が国民負担増をどうもたらすのか。皆さんもこの43兆円も軍拡したら、年金、医療、介護、福祉、保育、いや、そんな財源どこにあんのということになることはもう痛感しておられますよね。時間の関係で一つだけご紹介したいと思うんですけど、今もう卵まで爆上がりでもう抑えられないっていう物価高騰で生活大変でしょ。この下で日本政府の税金収入が爆上がりしてるっていうのをご存知でしょうか。想定では68兆円ぐらいの税収かと思っていたら71兆円になりそうだ、端数があるのでおよそ4兆円ぐらい増えそうだっていう、そうした計算になって、見込みになっていて、その中心は消費税なんですよね。生活必需品も食料品も値段がたくさんになるから、どんどん値上がりしてるから 10% 払わなきゃいけない消費税の納める税額がどんどん上がるじゃないですか。お客さんに転嫁できないのに、お店の皆さんそれが取られてしまうじゃないですか。この消費税の分がどんどん上がってると、だからっていうので、自民党の特命委員会っていうような人たちの中からは、この物価高騰で上がってる税収の分を軍拡に当てたらいいじゃないかって言ってるんですよ。だから軍拡財源のによるのための増税というのは人気が悪いから、だからこれは先送りしたらどうかっていうのが今起こってる議論なんですよね。ふざけるなと言うべきなんじゃないでしょうか。これだけ物価が上がって生活が大変になってるんだから、だからやるべきなのは軍拡にこれを回す、流用するっていうんじゃなくて、世界で100カ国をはるかに超える国が踏み出しているように、消費税の 5% への緊急減税、そして廃止に向かって庶民大増税をやめようっていう流れこそ作り出すべきですよね。にもかかわらず10月にはインボイスの強行を押し、インボイスの導入を強行しようとしているわけです。もしこれがやられたら、売上300万円なら13万6千円ものインボイス増税になってしまうんですね。こんな逆立ちした庶民負担増大増税を進めようとする、そうした人たちに足立光子さんと日本共産党の躍進で決定的な脳の審判をご一緒に下そうではございませんか。もう一つ第二に訴えたい柱は、こんな財界の儲け最優先の政治でいいのかということです。もう連日テレビを賑わせているマイナンバーカードとマイナンバー健康保険証の問題で、もう河野太郎さんの顔憎たらしいですよね。加藤厚生労働大臣の無責任なヘラヘラした姿、絶対に許すかと思いません。やっぱりそういう結果を出さなきゃいけないんですよ。
ここまで追い詰められながら、この新聞赤旗のもう一個、日曜版の方には、保険証廃止、来秋にという岸田政権に対して、延期撤回せよというのが、世論が 73% と、私たちが対話をする圧倒的多数は、今の政府のやり方、おかしいと思ってますよ。そして、おかしい、健康保険証は廃止させるんじゃなくて、継続させるんだと。声を上げる私たち共産党の姿がみんなの前に出てこそだよねって言って力を合わせようっていう力になるわけ、運動になるわけですよね。近々で言うとですね、強行されて、すでに強行されている病院でのオンライン確認というのがあります。マイナンバー持って行って、でオンラインで健康保険証で管理するんじゃなくて、オンラインでお医者さんはこの人の保険資格を確認してくださいって言われて、だけどこれトラブルばっかりで6割以上がエラーになっちゃうんですよね。そうすると皆さんは健康保険に入ってるかどうかわからないっていうことにされちゃって、10割払ってくださいっていうことになるわけですよ。後から確認できたら帰ってきますからって言うけど、一旦そうやって10割払うっていうのができないから、そんなことしたら健康保険証1枚で命を守る国民皆保険が壊されてしまうから、みんなで運動して窓口払いを無料にせよ、窓口払いを1割3割にしていけということで頑張ってきたわけじゃないですか。特に子どもさんたちの病院代をこの増田でも今度は18歳まで無料にと頑張りますけど、すでに18歳まで無料になっている自治体ありますよね。ここでもオンライン確認がうまくいかなかった子どもには0割無料ではなくて3割払ってください、普通の健康保険証だったらとかいうことになりかねないんですね。しかもそれを8月の受診する子どもたちから始める。高齢者でも所得によって1割負担2割負担いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。この人たちが最大の3割を一旦は払ってもらわなきゃいけないっていうことになりかねない資格申立書っていう取り組みを加藤厚労大臣先頭に岸田政権はこれを推し進めようとしている。こんな無責任な政治はないと思います。どうしてここまでマイナンバーありきでことを進めるのか。それは税と社会保障の一体改革だと言って、皆さんの収入を補足して税金をどんどん取り立てるのと合わせて国民負担増をうまく進めていこうということと、そして医療の情報をはじめとして個人情報を全部政府が統合して、これをビッグデータなんだと言って新しいビジネスの道具にしようっていう、そういう財界の思惑から発しているものなんですよね。先ほど足立さんからコロナ禍の3年を振り返っての決意がありました。このコロナ危機っていうのは財界や岸田政権や河野太郎さんが象徴しているような、何でも効率優先、大企業の儲けが上がりさえすればいいという、そういう社会がどれほど無ごくて、どれほど悲惨な結果をもたらしてしまうのかということこそ教えているのではないでしょうか。皆さんの命、お一人お一人の命と暮らしを本当に守り抜く、本当に安心できるっていう政治であってこそ、これからの若者たちが子供を安心して産み育てていくことができるっていう、そういう社会を作っていくことができると思います。異次元の少子化対策って言うけれど、異次元どころか低次元ですよね。本当に今の若者たちの暮らしの希望を開こうとするなら、一つは抜本賃上げと雇用の正規化こそ実現をすべきなんじゃないでしょうか。そして教育の無償化を本気になって進めるべきなんではないでしょうか。
日本では政府が50年にわたって学費を上げ続けてきたから、世界で異常な高学費になってますよね。だから多くの若者たちが大学を卒業するときに300万円以上の借金を背負って社会に出なきゃいけなくなってる。そのトータルをした若者たちの奨学金返済の総額、借金額っていうのは日本で10兆円に上るんですね。若者たちにこんな借金を背負わせている政治に未来を語る資格はないんだと。学費、そして奨学金の返済は半分にする。教育の無償化を実現をする。学校給食の無償化、子ども医療費の無償化、はじめとした子育て支援のゼロという、この私たちの要求は、一人一人の人間を大切にする。そのことによって、一人一人の皆さんの持っている力を多様に豊かに発揮してもらう。そういう社会にこそ発展があるという思いに裏打ちされていると思っています。浅野さんからお話のあった出産の多様化、あるいは一人一人の個性を本当に大切にした暮らし、そうした思いを具体的な姿にしていく、いろんな取り組みがあると思うんですよね。農業のこと、農産村のこと、原発ではない再生可能エネルギーの拡充のこと、いろんな災害から暮らしを守る仕事のこと、子どもが本当に安心できる地域や学校を作ろう、保育所を作ろうっていう運動のこと、そこにやっぱり人間の姿、一人一人の生きていく人間を本当に大切にして、一人では実現できないこともみんなで力を合わせれば必ず動かしていくことができるっていう確信を持って、どんな困難にも負けずに自民党や公明党や維新や国民民主なんていう大政翼賛会の政治に真正面から立ち向かうのが日本共産党という政党なんだと思います。最後に申し上げたいのは、そうした中でこの間の国会ではジェンダー、こんなジェンダー後進国であっていいのかっていう大問題が大争点になりました。 LGBT の当事者たちの声で理解、せめて理解増進法をという流れができていたのに、これを逆にまるでトランスジェンダーの当事者がそうでない多数者を脅かす存在であるかのように差別を助長する法案が維新の会を中心にした修正で自民、公明、維新、国民で通されてしまったんですね。傍聴していた当事者はこう言いました。まるでヘイトスピーチだった。何度も心をえぐられ、これが大人の言うことかと思ったと声を詰まらせました。続けて、私は大人だからギリギリ歯を食いしばって耐えたけれど、子供たちがこれを聞いたらなんて思うだろう。涙でもう訴えが続かなくなりました。この旗を振ったのが岸田政権なんですよね。私が終盤国会でというかゴールデンウィーク明けの後半国会で先頭に立った入管法改悪の問題では、政府は国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し強制的に退去させる、それが送還であり、それは本質的に行政権の作用であると開き直って、国際水準では当たり前の裁判所によるチェックや独立した難民認定行政っていう行政機関による審査っていう私たちの野党対案に背を向けたんですね。その源流には戦前の植民地支配、そして戦後の在日朝鮮人の排斥の歴史があります。戦後ようやく難民条約っていう国際条約を批准したのは1982年のことですけども、
その翌年に法務省が出した教科書の中にもこんなふうに書いてあるんですね。我が国は日本人だけで非常に高度の和と能率が維持される国に仕上がっているのだから、自ら好んで外国人を招き寄せてこの調和の取れた環境を破壊することは避けなければならない。いつまでそんな時代遅れの排外主義を続けるつもりかと、今日益田駅山口線動かないかなと思いながらちょっと見ていたら、益田にも結構外国人の方々多いですね。あの小さい子供を掲げたおそらく外国人労働者の方だろうと思われるご家族の姿もありました。今の若い世代はそうした社会を手を取り合って当たり前に生きていきたいと願ってるんですね。だから国会正門前に数千人と集まるデモのですね、平均年齢はおよそ30歳までいかないなっていうのが私の実感で、うちの党議員団で一番若いのが山添拓さんですけど、山添拓さん議員にそう言ったら、いやーだけど確かに僕よりは若いかもしれませんねって。やっぱそういう運動が大きく広がっています。この間共産党の全国会議があって、北海道の先輩たちが若い人たちにこう聞いたんだそうです。今の若い人が何を考えているのかわからないと。若者たちはこう答えたと言うんですね。若者も同じ人間です。自民党政治の異常に苦しめられている国民です。つながりがないのは私たちも同じです。だから会いに行く。つながりっていうのは作るものなのではないでしょうか。このつながりは作るものと明るく前向きに声を上げて、今大きな繁華街のある町なんかではですね、街頭で民生同盟に加入するっていう若者たちが増えてるんですよね。ちょっとひとときとは状況が違うっていうことになってきてる。その若者たちはこんなアメリカ言いなりの国であっていいのか、こんな財界言いなりの国であっていいはずがない、大企業の内部留保に適切な課税で最低賃金を1500円へっていう共産党、高い学費は半減にと正面から訴える共産党、戦争反対っていう共産党に正面から期待を寄せてくださって、一緒に頑張ろうと民生同盟に入ってくださる方々がたくさん増えている時代です。そうした時期に戦われる市会議員選挙、そして次の総選挙で皆さん日本共産党必ず躍進を遂げさせていただきたいと思います。この戦いをぜひ日本共産党に入っていただいて、ご一緒に歴史を切り開いていく、その力を貸してくださいますこと、私からも重ねてここよりお願いを申し上げまして、私二比総平からのお訴えを終わらせていただきたいと思います。改めまして皆さん本当に豪雨の中今日はご参加ありがとうございました。足立さんのことどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんお忙しい中また大変の中ありがとうございました。天気予報を見てみますと警報は注意報に変わるようですけど、土砂崩れだけは1日続くようですので、お気をつけてお帰りください。それからついでに明日からは30度超えがずっと続くそうですので、お体に気をつけて、はい、時々今日の演説会を思い出していただいて、お知り合いにですね共産党の支持をぜひ広げてください。今日はどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。